シュトットガルトエスバーンはドイツのシュトットガルトを中心とした路線を持つ都市近郊鉄道である。路線網はシュトットガルトを中心にベーブリンゲン、エスリンゲン、ルートビヒスブルク、レムスムルグミへと広がる。1933年に運行開始した近郊電車網を発展させる形で整備されている。1971年に市街地へ乗り入れる。 地下線の建設が開始され、1978年の地下線開通により S バーンとして開業した。各系統がシュトットガルト中央駅から中心部を東西方向に連絡する地下線を経由する。中央駅の地上ホームは北東方向からのみ、発着可能な東端式ホームであり、S バーンはこの地下に通過式のホームを設置して中心部へ乗り入れている。 この路線形態はミュンヘン S バーンやラインマイン S バーンでも採用されている。各系統の運行形態は換算時30分間隔、ラッシュ時15分間隔となる。S3 系統はシュトットガルト空港へ乗り入れ、S1、S2、S3 の各系統がシュトットガルト大学のファインベンキャンパスへの最寄り駅を経由している。 S11 系通りは S1 の分割路線で運行区間はシュトットガルトネッカー公園ヘレンベルクまである。この特別列車はメルセデスベンツアレーナで VFB シュトットガルトのホームゲームが行うときに運行される。S バーン開業前に使用された ET65 系電車シュトットガルト都市圏で電車を一定間隔で運行する通勤列車システムを定着するために 1931年まで、シュトゥットガルトエン林間区間及びシュトゥットガルト、ルトビヒスブルク区間は、複々線で改修され、そのうち2つの線路は、通勤列車用だった。1933年5月15日遠距離、列車線路及び、通勤列車線路で電化が完了した。同年、ビュルテンベルク王立鉄道の中央線にあたる、 エスリンゲンシュトゥットガルトルードビヒスブルク区間で自体開発された ET65 系電車が投入された。二次大戦の修正員語別の通勤列車系統が加えられ、終着駅は中央駅の地上乗降場だった。通勤列車の運営は1978年9月30日まで保たれて、その時点でエスリンゲンシュトゥットガルトルードビヒスブルク区間は20分の 運行感覚で運営された。1930年にシュトットガルト市内中心部の地下線路の建設が最初に提案された。この計画案は二次大戦の終戦以後固められた。1920年代に中央駅が現在位置へ移転されたので、中央駅都市内の有利な連結のためにシティトンネル建設が計画された。その直後、 5位線との連結線付設計画も受けられた。1960年代末から2つの計画案に S バーンの名が付けられた。一部の路面電車が地下鉄に転換された後で S バーンは市外の交通使用を優先的に満足せねばならなかった。それでバーとカンシュタットバイブリンゲイ区間とルートビヒスブルクビーティクハイム区間は複々線で回収された。 1950年ドイツ連邦鉄道の本部は、シュトットガルト鉄道管理局へ S バーンの一般計画を依頼した。1955年鉄道管理局は本部へ最初の調査結果を提出して、1964年12月、市内線建設の提案は、交通、土木、システム運営部門の調査結論として HDB に出された。それで、 シュトットガルト鉄道管理局は市内線建設のプロジェクトを受注した。1968年12月3日、バーデンビュルテンベルク州とドイツ連邦鉄道は連邦鉄道のネッカー中流ュュ地域で近郊旅客交通サービスを改善する法案に関する協定を締結した。その協定には中央駅ファイヒンゲン区間及び空港、連結路線がそれぞれ企画された。 土木工事費用の50%を連邦政府が30%をバーデンビュルテンベルク州が残りの費用をシュトットガルト市とかかる地方行政区域が負担することになった。1971年中央駅とシュバープ外区間のトンネル区間のトンネル工事に関する最初の契約は締結された。同年7月、当時交通省のレイバーはシュトットガルト中央駅の現場で 建設工事を主催した。1978年9月28日3つの終着駅から S バーン開通の継縮式が開いた市内の駅まで特別列車が運行された。およそ50万人がこの行事に9月30日まで参加して3日後 S バーン列車の運行が正式に始まった。420軽電車はプロ品原車両基地に所属することになって 数量は開通当時に48編成だった。開業当時の路線は次のようになった。第2の建設契約は1975年、締結され、中央駅と連結される6つの S バーン路線を適合することを起立した。ルートビヒスブルクビーティクハイム区間は3線複線から複々線に、バーとカンシュタットバイブリンゲン区間は複線から複々線にそれぞれ改修された。 第3の契約では、主要内容は、ボエブリンゲン方面と、空港方面の S バーン路線網の構築で、第1の工事契約で書かれた、シティトンネルの延長も、第3の契約の条項の一つだった。1980年9月28日、ルートビヒスブルク・マルバッハ区間の改修で、S4 系統が追加された。1981年5月30日、S5 路線は、 ルートビヒブルクからビーティクハイムに延伸された。S バーンの第二次建設は終了して、S2 系統及び S3 系統が追加された。この年に S バーン路線網は、フランケン線、レムス線、ムルコク線区間一部を合わせて、さらに 52km 増加した。オレンジ色と薄い灰色で再色した420系、電車、シュバープ街駅の南の方向にシティトンネルが、 延伸された。延伸経路に関する論議の末に、市内とシュトゥットガルト大学を直接連結する経路が決定された。シュトゥットガルト市内線は、オエスターフェルト駅でゴイ線と合流して、ゴイ線はそこからシュトゥットガルトロール駅まで複々線となっていて、エスバーン観光線は中にいる。1985年9月エスバーン列車の運行区間は、ボエブリンゲンまで開業された。 1989年5月28日、S2 系統は、オーバー・ライヘン駅まで延伸され、S3 列車もラッシュ時間帯で一変で、そこまで運行された。1992年12月 S1 系統は、ヘレンベルク駅まで延伸された。1993年4月18日、S2 系統と S3 系統の延伸で、シュトットガルト空港は、 S, S バーン路線網で連結されることになった。1993年初数日の間ほとんどの列車が運行不能となって、それは S バーンの歴史上唯一な出来事だった。1993年3月にシュワープ街の終端ループ線で電線火災は線路研磨作業の間に飛ぶスパークと推測される原因で起きた。そこで加えて、 終端ループ線で車輪の摩耗で列車の脱線する危険も存続した。同年4月19日に、シュトットガルト鉄道管理局は列車運行を中止させた。数週間後その原因が車輪用潤滑油だったと判明された。S バーンの拡張2001年9月29日、空港フィルダーシュタット区間がトンネルとして開業され、S2 系統の電車は現在まで運行されている。 2008年7月23日に S1 系統延伸の改修工事が始まって、2009年12月 S1 系統はプロヒンゲン・ベンドリンゲン・キルヒハイム区間まで延伸された。2010年6月14日から S60 系統はボエブリンゲン・マイヒンゲン区間の改修完了の以後、新設された。2012年12月8日マルバフバク爆ング。 区間の電化で S4 系統は、マルワッハまで延伸された。同時に、マイヒンゲン・レニンゲン区間が、S バーン路線網に統合され、S60 系統は、S6 系統と接続することになった。S11 系統は2部、ブンデスリーガの2016から2017シーズンから、S1 の補助路線として導入された。シュトットガルト21と、 列車運行システム2010年5月1日から6月19日まで、また8月初に中央駅と連結されるトンネル斜面で工事が行われ、いくつかの週末に近く間が封鎖された。シュトットガルト21の計画案によれば、シティトンネルはミッドナッハと外に延長される予定である。プロジェクトの計画錯誤によって、 信号装置の変化で1978年から存続した信号機の特別承認が消滅した。それでシティトンネルでの運行は2010年6月から2011年1月まで制限された。2013年夏から S バン列車の定時性が悪化され、緑の党と社民党の協約によって同年10月シュトゥットガルトの地域議会で 交通委員会が特別会議で招集された。会議には DB レギオ、DB ネッツ、DB エキムとサービス及び電車製造会社のボンバルディア担当運輸連合の VVS が参加した。列車遅延の主要原因は新型電車の出入り口システムの欠陥、鉄道インフラ施設の頻繁な故障、施設物の回収作業、第三者による施設物の損傷などと判明された。 2015年列車制御システムとして ETOX レベル2を使用幹線に設置するのはすでに構想された。2016年10月ドイツ鉄道は2015年末発表した研究結果で ETOX を提案し、交通委員会は ETOX レベル2の導入を進むのを満場一致で決定した。2017年現在423型と430型が使用されている。 1978年の S バーン開業時に導入された420型は2016年に運用を終了した。ありがとうございます。